てか最近あの尾底骨が痛くてなんかついに尾底骨が痛くなってきたんですよねこんばんは。でも相変わらずあの移動はあっという間移動はあっという間に感じます。気づいたら着く。こんばんは。寝てるから、うん、寝っとる。半分は寝るで、半分はなんかやらんといけんことしたりって感じ。帰ってまいりました。本日は舞台挨拶ありがとうございました。ありがとうございました。本当にあのちょっと緊張しとったんですけど、でもなんか行く前まで緊張しとったんよ。割と緊張しとったというか緊張するじゃろうなって思っとったんだけど、あの共演者の方があの全然緊張してなくってなんかすごい、まあ、なんとかなる、なんとかなる精神の人たちばっかりでびっくりするぐらいです。なんかそういう雰囲気を見とったら確かになんとかなるわって思ったし、ステージに上がった時にファンの方の顔がいっぱい見えて、あ、安心ってなりました。てかなんかさ、今日この部屋に、めっちゃ急に話変わるんですけど、なんか急にあのこの部屋なんかめっちゃいい匂いになったと思って、え、なんか新しい柔軟剤って思ったんですよ。石田家新しい柔軟剤かと思って、そしたら多分ここに虫が来ない、あの虫が来んようになるけどいい匂いだよみたいなやつが置かれとる。やばい、これ虫除けの匂いか。なんか一気になんか嫌になってきたでもめっちゃいい匂いです。めっちゃいい匂い。そう、なんかメールで結構まあなんかちょっと長文の闇メールというか、あのテントウムシ最悪メールを送ったんですけど、その日の前日にこたつでリビングで寝とって、で実はその次の日もなんかおらんくなったかなと思って意を決してここで寝たんですけど、普通におって、でも最悪ってなってリビングで寝たんですよ。で次のその日お母さんがテントウムシ発見してくれて、あの虫取りでね取ってくれたんですよなので今はもう安心。てかあれは稀に見る、あの早く来すぎる、早く来たテントウムシって感じでした飛んでは来ないよね。いや違うんですよ、この電気のところにバチバチって言ってその周りをたまに飛ぶんですよ。でその音で気づくんです私は。で、あ、終わったってなって終わったってなって、その瞬間に充電器と携帯持ってリビングに行く。そう、でもとりあえず一安心かも。
千穂ちゃんの長文メール闇感多めで好き。確かにあの普段なかなか長文メールを送らないんですけど、いざ長文送ったと思えば虫闇メールでした。でも本当になんかそのリビングで寝ながら、なんで私はこんなちっぽけな小さな虫に私のあの、ね、眠りやすい目あのベッドを取られなきゃいけないんだと思って、この部屋を取られなきゃいけないんだと思ったら本当に涙が出るぐらい悔しくって本当にあの本当に嫌いなのね、もう本当に無理なの。だから本当に涙が出るぐらい悔しくて、もう最悪と思って、もう本当にズーンってなって気持ちが、そう辛かったのでも結構憂鬱、これから春になったら。え、本当にそのあの絵文字とかも本気で使ってほしくない、本気であの禁止、私の配信のコメント欄は虫の絵文字禁止 NG です、本当にお願いしますもう本当に無理、本当に苦手、本当に嫌だ。え、ほらもう本当にやめて、あのさ次コメント、え、本当にブロックするからコメントブロックするからってぐらいやめてください。あ、猫とかいいですね。え、蝶々もダメ厳しく取り扱っていきますよそう、それぐらい本当になんか前世で何かあったんじゃないかってぐらい本当に苦手ですね。びっくりするぐらい自分でも。ごめんなさい。すいませんね、こちらこそ、厳しく、取り扱ってしまいまして。取り締まり厳しくやっていきます。あ、そんなこんなですごく脱線しましたけど、今日は映画のはい、舞台挨拶でした。ありがとうございました。面白かったね。なんかあの舞台挨拶は映画の裏話を結構いっぱいお話ししたんですけど、なんか面白い人ばっかり面白い方々ばっかりで、そういっぱい笑いました。楽しかった。本当にあっという間だった。30分、なんかこのトークテーマとこのトークテーマを話しますみたいな台本があって、軽くなんか台本って言ってもなんかさらっとしたこういうの話そうみたいなトークテーマが書いてある紙があって、2個しかなかったけん30分で2個ってえっって思ったんですよ。えっ大丈夫そうってなったんですけど全然めちゃくちゃあっという間でした。いろいろ脱線していって、そう楽しかったです。シーンの思い出話ほとんど出てこなかった
確かに本当にね。みんな1年前の話ですからね。ちょっと忘れちゃってた。来てくださって皆さんありがとうございました。うちわとかね、地方のうちわ持ってきてくださってる方もいっぱいいらっしゃってめっちゃ嬉しかったです。御社でインターンよろしいでしょうかね。ちょーちゃん出るね。あ、そう、あ、それさ、引用リツイートしようと思っとったんじゃ。します。引用しました。明日のお話し会も楽しみね。明日、明日はオンラインお話し会よろしくお願いします。地元で働いてくれたのも嬉しい限り。そう、御社でインターンよろしいでしょうか。神戸に行ってきました。なんか何かとあんまりさあ、ツアーとかでは行くけど、それ以外のロケで神戸って本当に超レアなので新鮮でした。し、今引用したんですけどマジで楽しかった。超楽しかったし、学びって感じ。すごいって感じでした。楽しかったです。え、マジでまたいっぱい出たいって思いました。マジでこういうロケ大好きって思った。そう、なので皆さんぜひいっぱいいっぱい見て拡散して盛り上げてほしいです。そしてまた呼んでもらえるように。そう、よろしくお願いします。本当に楽しかった。めっちゃ楽しかった。なんかってなることがいっぱいありました。なので皆さんよろしくお願いします。2月24だったけど24放送です。そうし、 TVer でも見逃し配信もいっぱい見てほしいです。
結構すぐ、確かにあと1週間後ですね。この後さ、TikTok 撮ろうと思ったんだけどさ、なんか難しめなダンスの、難しいというかもうややこい、ややこみたいな、もうめっちゃややこみたいなやつを撮ろうと思ってるのね。でさっきちょっと見て覚えようとしたんやけど、マジで一個も覚えれんくらいややこいなっとるので、あのいつか載せるの楽しみにしてください。そう、し今日のやつも皆さん、あのリンクのやつとか私がツイートしてリツイートしたら皆さんいっぱいやってくださってありがとうございます。感謝。もうさ、TikTok さ、なんか奥深い奥深い、どうやったらおすすめいっぱい載るのか、これえーみたいな、なんかおーみたいな、よくわかんない本当に学んでいってます。そうね、もうとりあえずずっと続けるますのでよろしくお願いします。ということで、じゃあランキングを読みます。20位エリオルさん、19位チャイコさん、18位ゆずきちさん、17位ととみちさん、16位あくたさん、15位のりふみさん、14位さくらパンダさん、13位ぬさん、12位なめずに貯蓄さん、ちょ間違えたごめんなさい、11位おいでます元気さん、10位あん変わった、チャイコさん、ゆずきちさん、ととみちさん、あくださん、のりふみさん、ぬーさん、なめずに貯蓄さん、さくらパンダさん、おいでます元気さん、ルディエカさん、ありがとうございます。10位ブルーさん、9位つりけんさん、8位台湾のこうさん、7位やすけいさん、ラッキーセブン、セブン、6位岡山オレンジさん、5位ユリアピースさん、4位おやすみんとうさん、3位東京のスワンさん、スイスイ、2位ちょうちゃん大好きコーラさん、ツーツー、そしてそして第1位はピュルーヒュン西尾さん、イエーイ、イエイ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 ありがとうございます。感謝のキャミです、イエイ、ありがとう。パチ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 、今日もありがとうございました。うん、こちらこそありがとうございました、ありがとう。ということで、じゃあスクショタイムして終わります。
コーヒー。ということで皆さんありがとうございました。また明日オンラインお話し会ある方はよろしくお願いします。バイ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 、おやすみ。